あいにくの雨模様ですね。本当だよ。雨模様でございます。これからは家内に向かうのに、はい、なんかかなりヤバい道があるということで。そうですね、風が吹いたらこの車倒れるんじゃないかと。テシオのボトン類風力発電所見ますか。いや、多分このままこの通り沿いにあれば見れるかなと思いますけど、ちょっと場所が分かんないですね。え、風力発電がいっぱいあるとかなんですか。そうですね、あのプロペラがいっぱい。あ、見れるかも、見れるかも、はい、あるかもしれないです、道路沿いに。確かでも結構北海道多いっすよ ね、 多いっすね、あれプロペラ回ってるのね、はい、であれが、うん、もうあの何もない平地にすごい数立ってるところがあるんですけど、多分そこのことじゃないかなと思うんですけど。おお、すげえ、一面並んでる。迫力ある風力発電、これよく立てるな、こんなでっかいの。本当に横ですね、真横からの風。真横に、うん、わあ、吹いてる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 、はい、結構回ってますよこれ、ぐるぐる回ってる。わー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 、結構長い距離ありますねこれ。ね、長い距離ありますよ。うわ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 、はあ、これちょっと止まってもいいですか。はい、ここちょっと待って、ちょっとビデオ撮ろうか。じゃあちょっと撮影タイムですね。うわ、寒い、風強っ。え、風強っ。え、動画撮れます。あ、僕、風防はめてますから。あ、風防なのか。よいしょ、どっこらせ。おぉ、こんにちは、秋葉人です。今ですね、北海道を、稚内方面に向かってるんですが、途中、抜海線というところに入ってきました。これ、海沿いをずっと通っていくような形で、僕の後ろは一面海なんですが、そこを走行中にですね、まっすぐな道の中にこのような風車群ずらーっと先の方に並んでおります。いや、ここね、ちょっと風の強い地域なんですけども、このようなもう何もないところをですね、通っていくと、もう都会では全然考えられないような、景色と、そしてこういう風車群という形で、ちょっとね、北海道楽しいんですけども、今日はあいにくの雨ということで、さすが胸パワー炸裂の本日5月16日でございます。これから稚内方面に向かって進んでいきたいと思います。寒い。寒いですね、ほんと。もうセッタがしゃっこくなってましたもん。だってこの僕そんなん聞いてないから、この薄着やばいじゃん。そんなん聞いてないから。なんで皆さんでちゃんとダウン持ってきてるっていう。いやいや、もうそしたら俺札幌で買ってきたのに。社会気温25度で香川、あっと香川、赤松さん、なんだそれ、25度とか。あったかいな。あったかいっすよ、こっち6度ですからね。寒いもんだって。最高でいいっすね、それ。フリースの中に来てダウン着て。僕なんでこれスカッシュパーカーだけっていう、そのオチ。ちょっと絶対これ違うって普通言うって。普通言うでしょ。いや、こんな寒いと思わなかったです。じゃあ行きますよ、バターロール食べながら、はい、じゃあ、ルミルミさんにいただきましたバターロールを。でもあれですかね、それ僕がもらったやつですからね。え、いや、これ半分ぐらいずつで大丈夫ですか。これいけたらいいでしょう。美味しそうですよ。美味しそうですね。はい、はい、あ、あざす。あ、チーズがくるんですよ。チーズが、チーズ、うん、あ、本当だ。チーズインバターロール、はい、よ、はい。さあ、今ですね、バターロールを1人2個ずつ食べました。で、これ5個入りです。5個入りです。おお、まさかの5個入りですので、残り1個。じゃんけんですか。じゃんけんですね。またね、男のバターロールかけたじゃんけんが始まった。真剣じゃんけん。ちょっとこれ PNP で3番出せました。出しました。はい、最初はグーじゃんけんポン。イエイイエイイエイ、いただきます。ありがとうございます。今日はいい日になりそうですね。全然いいじゃないですよ、雨降ってるわ、パンのじゃんけん負けるわ。
最悪じゃないですか。うん、なんか最後の1個が一番美味しい気がする。勝利の雄たけびですね。